皆さんごきげんよう、上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら下記の質問がありました。今回はこちらの質問にお答えしたいと思います。それでは早速行ってみましょう。質問1、バックグラウンド再生みたいにメモアプリでメモをしたものを他のアプリ使用中に画面の端に常に表示してくれる機能はありませんか。2023年2月12日ということなんですが、動画のピクチャーインピクチャーはできるんですが、残念ながら静止画やメモテキストはピクチャーインピクチャーで表示することはできないようです。しかしながらテキストをクイックルックで表示するということは可能ですので、この機能を使って必要なテキストを瞬時に呼び出せないのかなと思ったらできました。できるんかい。早く言ってよということで早速行ってみましょう。まず基本的な流れとして、今回はメモアプリのタグの機能を利用します。つまりタグを指定することで目的のメモを一発で検索して抽出して表示するというショートカットとなります。1、表示したいメモのどこかに検索しやすいタグ#検索ワードを記述します。タグはタイトル名前の位置でも本文内でもどちらでも問題ありません。色がオレンジ色に変わったことを確認してください。なお数字だけではタグになりません。今回はシャープかと記述しました。2、ショートカットアプリを起動して右上のプラスをクリック。3、検索欄にテキストと入力、テキストをクリック。4、テキストをクリックして毎回尋ねるをクリック。完了をクリック。4、検索欄に変数と入力、変数を設定をクリック。5、変数名をクリックしてキーワードと入力。6、検索欄に検索と入力、メモを検索をクリック。7、フィルターを追加をクリック。8、名前をクリックしてタグを選択。9、タグをクリックしてキーワードをクリック。10、制限をオンにして1件のメモを取得に変更。11、検索欄に変数と入力、変数を設定をクリック。12、変数名をクリックして結果と入力。13、検索欄に表示と入力、結果を表示をクリック。14、完了をクリックして完成です。このショートカットを例えば背面タップに割り当てれば、必要な時に必要なメモをいつでも瞬時に呼び出すことができます。呼び出したメモをクリックすればコピーも可能です。タグは覚えやすく、かつ固有のものをつける必要がありますが、目的のメモを一発で抽出することが可能となりますよね。ぜひ一度お試しくださいませませ。以上です。